バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハッピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信してます、シンガーソングライターのようこです。今夜のバニラスカイはいつも通りようこがお届けしますけれども、先週ジャックスタイルでしたね。マックスタイルの皆さんありがとうございました。そしてリスナーの皆様、ようこじゃないと寂しいよってわざわざねメッセージくださったり、嬉しい限りです。意外とね、私まあ皆さんごめんなさい、今週お届けできなくてって反省しつつも、マックスタイル大好きなので、自称マックスタイルの研修生としてね、ライブの時とかもコーラスでねお邪魔させていただいたりとね、とにかくまあ大好きなお二人に私の大事なラジオ番組をねジャックしていただけるなんて本当嬉しいなって思っております。そして先週もねお二人ともおっしゃってくださってましたけれども、いつの日かマックスタイルとようこでねラジオをお届けできたら、それはそれはもう楽しみで仕方がないです。そして一緒に沖縄行けたら嬉しいなと思っておりますが、なかなかねコロナも収束はね難しいでしょうけれども、一緒に付き合うのもねちょっと大変だなと思いつつ、ちょっと鹿児島のね最近の情報も後ほどお届けしたいと思います。ではまず1曲目、私の心境かな。大事な人が増えていくと、そして大事な人が何かね節目を迎えると、この曲をお届けしたいなと思います。ようこで愛実、お聴きください。夢を見た名前を呼ぶ死なない声、穏やかな瞳で微笑んでいた。真綿のような何も知らないその肌は誰も愛して息をするだろう。一粒の涙が頬を伝う前にあなたにまた出会うことができるなら、数えきれない夢もなくすことのない愛しさも、まばたきひとつほんの一瞬で光り続ける、光り続けてくこの胸の中にずっと、この胸の中ずっと。ようこで愛実、お聞きいただきました。鹿児島はですね天文館というね場所がとても繁華街として栄えているんですけれども、最近はその鹿児島市役所がある場所からね車で30分くらいの谷山の方にイオンモール鹿児島というね大きなショッピングセンターもありまして、そして鹿児島市役所から
車で10分ぐらいかなのところに、鹿児島で一番大きな駅、鹿児島中央駅がありまして、で天文館は、まあ、市役所から一番近い繁華街なんですけれども、まあちょっとね、あの客足が止まったりとか、あ、天文館は夜飲みに行く場所だなみたいなね、大人な街のイメージが強くなっていたんですけれども、先々週4月9日にセンテラスというね、天文館、センテラス天文館ですね、という新しい顔がね、まあ、ショッピングモールというんでしょうか、デパートではないですかね、新しい天文館の顔が誕生したんです。でね、鹿児島にも九州にも初出店というお店とかもいっぱいあって、もう平日でも2万人超えの客足がね、あると。で鹿児島コロナのね、患者数がなかなか減らないんですよ。もうね、何百人台っていうのをずっとキープしてしまっていて、私も人事ではないなと、家族一丸となってね、さらにこう気をつけなくてはいけないよねって思っているところなんですけれども、まあ、うちの子もね、皆さんのおかげでね、中学校3年生無事受験の、なんていうんですか、節目をスタートさせておりますのでね、なかなかこちらの番組も出演する機会がちょっとね、減りそうですけれども、まあそれはちょっと寂しいけど、しょうがない、しょうがないでございます。まあとにかく、そのセンテラス天文館のおかげで天文館めちゃくちゃにぎわってます。なのでぜひね、沖縄から鹿児島にいらした際にはセンテラス天文館も立ち寄ってみてください。で私ね、勝手にあのサウンドプロデュースでお世話になってる石井さんと、あのテーマソングみたいな感じでね、作っておりますので、いつの日かね、使ってもらえたら嬉しいですよね。まあ自分のラジオ番組なので好き勝手喋ってますが、使ってもらえるようにもうガンガン押していかなくてはと思っております。そちらもお楽しみに、いつの日か聞いてくださいね。そうそう、春といえばですね、私はいつも自分が誕生日を迎えるのが4月8日なので、新しいことに何か挑戦したいなと考えてしまうんです。皆さんも何か新しいこと挑戦されてますか？よくはですね、今年もちょっと初めの方にクラウドファンディングをして、カバー曲のアルバムをリリースしたいなというね、ことをちょっと計画しなきゃなと思ってたんですけれども、まあ、5月6月スタートさせて、まあ、皆様のお手元には秋口にね、届けばなっていうお話までしてたと思うんです。あっという間に今日は4月21日になっております。さて、いつからスタートさせるか。5月1日はうちの姫のお誕生日でございます。母になって15年をね、迎えるんですけれども、まあその頃にね、スタートできたらなと思ってます。またね、自分のラジオ番組だから適当なことが言えるわけですよ。ですが適当なことばっかり言ってはいられないので、ぜひね、こう5月1日からスタートになった際には、お、よくこんなやつでね、リリースしたいんだな、じゃあちょっと力を貸そうかなみたいな感じでね、チェックしていただけたら嬉しいです。確実にね、 YOKO ようこjapan.com というね、ホームページには掲載されますのでね、そちらもチェックしていただきたいと。で、もうコース内容でね、いろいろ計画しているんですけれども、 CD をね、お手元に届く形であったり、リクエスト曲もね、ちょっと募集してみようかなと、クラウドファンディングの方でね。あとは、あなたのために陽子歌います。今ね、密を考えるとライブハウスになかなか足を運べないけれども、陽子のね、ライブ聞きたいなって思ってくださる方に、特別価格で特別価格でライブを提供しますって言っても、まあ通常よりはね、ちょっと桁が違う金額になるかもしれませんけれども、だけど、なんていうのかな、まあ人生でさ、こう自分のためだけに開く何かっていうのは、まあ、結婚式であったり、何かのお祝いパーティーであったりと限られた中に、陽子のライブ独り占めできたぞみたいなね、そういう記念がね、共有できたら嬉しいなと思っておりますので、まあこういう項目を作ってね、振られたらね、振られたら悲しいですけれども、まあ、どなたかね、拾ってくださるとね、嬉しい企画でございますので、そちらの方もね、公開になったら、ぜひぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。
実はですね、今日はゲストっぽいゲストが登場する予定だったんですけれども、振られまして、そう、一人でお届けするんですけれども、皆様、バニラスカイは皆様のメッセージやリクエストを大募集しておりますよ。宛先は797@fmgino1.com、 797@fmgino1.com、 バニラスカイ宛てにお願いいたします。まあね、今日はちょっとメッセージの告知、番組の中盤でしておりますが、ここで一曲お届けしたいなと思います。私、この曲を聴くといつもいつもね、あ、初心に戻らなきゃとね、しっかりしよう私みたいな感じで、自分に対しても応援ソングになります。そしてプロモーションビデオは大好きな垂水氏、韓国 PR 大賞ね、務めさせていただいておりますが、垂水氏の新しい道の駅浜びらタルタルパークで撮影しておりますので、ぜひ YOKO ようこ鹿児島で YouTube 検索していただきまして、ミュージックビデオのチェックもお願いいたします。それではお聴きください。ようこで Believe。
届けしました曲は陽子で Believe でした。そうそう、私ね、この間新しい曲のミュージックビデオに使えるようにと思ってね、素材を撮ったんです。でその時に、まあ、いつもお世話になってるカメラマンね、編集とかもお世話になっておりますが、スタジオワークケイズのスギちゃんがね、お忙しいということで、だけど今桜も綺麗だし撮影したいなって思った時に、あ、いたと思ってね、うちの中3の娘をね借り出しまして、なんなら一緒に撮影もね入ってもらいまして、ちょっと素材を撮ったんですよ。まあいつかね、この素材もね皆様にね見ていただけたらなと思ってるんですけれども、まあ、びっくりしたのがカメラの画角。今の子ってさ、 YouTube 見てるからか、私が撮影するより娘の方が上手なのね。皆さんもさ、こうカメラ今いいじゃないですか。カメラっていうのも、私は iPhone なんですけど、携帯ってね、 Android でもね、 iPhone でもね、すごく機能がいいから、素人が撮ったとは思えないようなね、いい写真をね身近にこう撮れますけれども、まあそれにしてもね、やっぱり動画撮るときってちょっとセンスだなって思うんだけど、確実にうちの娘の方が上手なわけで、私お世話になってたキッハーっていうフォトグラファーの方からね名言をいただきまして、キッハーはね、まあ鹿児島でとても有名な雑誌 TJ 鹿児島っていうのがあるんですけれども、まあ、そちらの方を代表するカメラマンなんですけれどもね、まあとにかくお変態なわけですよ。まあ私がド変態だとしたら、まあ、キハはお変態でございます。礼儀正しい変態って感じね。で、まあ、すごくいい方なんですけれどもまあキハがね一言名言を残してまして、あのね、ヨコちゃん、子供の笑顔とか、まあ、日常のすごくいいところを切り取るとき、誰が一番上手か分かる？どういう風に撮ったらいいか分かる？みたいなこと言われて、え？ってなんかこう自然体で話してる時一瞬こう切り抜くとかって言ったんですけれども、いや、まあそれもそうなんだけど、そもそもカメラマンが両親の方がいいのねって。フォトグラファーはどんだけ頑張っても両親にはこうかなわないと。だからいかにこう自然体を、日常を撮るかというね、リラックスさせるかっていうのに、まあこう関係するんだよねって言って、あ、なるほど、じゃあ子供をベストショットを撮りたいと思ったらカメラマンじゃなくてプロのね両親なんだと思って、そこからうちの娘の表情とか、あ、そうだよ、この顔をするのは私しか知らないっていうところを切り取ってね写真撮るようになったんですけれども、まあそういうのを聞いてたから、なんていうの、娘のね動画撮ってくれた動画を見て、私を撮ってくれた動画ですねを見て、あ、すごい、私なんかいつもこう仕事でね撮影してもらっている陽子じゃなくて、自然体で笑っていたり、あ、ちょっとこれ綺麗かもしれないみたいな、そうか、こういう風にうちの子には私のことが映ってるんだなって、まあ、だいぶねこうちょっと女神様じゃないですけれども綺麗に撮ってたシーンとかがありましてね、春の木漏れ日がねいい感じで影響してね、そうだから、まあ、とにかく私は、まあ、いつも言いますけれどもね、過保護じゃなくて過保護親な娘なので、あ、こんな風に娘に守ってもらって私は母をしてるんだなとね、つくづくこう思ったっていうエピソードでございます。ぜひね皆さんも子供さんや、そしてお孫さん、あとパートナーの方ね、奥様であったり彼女さんであったり旦那さんであったり彼氏さんであったり、まあとにかくお友達感でもいいんでしょうけれども、写真撮るとき、あ、私にしか、俺にしか見えないこの人の魅力があるよなっていうことを意識するとだいぶね写真違いますよ。で中にはね、やっぱりお世話になっているね、まあ、モデル関係のお仕事されてる方でもね、 SNS にね私の写真をアップするとき絶対ブレてる人とかいたわけ。いや、その人私に対して愛情ないなってくらいね、すんごいひどい写真ばっかり上げてくれる人もいたわけよ。まあ、これはね、まあ、悪口じゃありませんよ。まあ、だから人ってね意識一つでね変わるよっていう話をしたいだけなんだけど、まあ、ちょっと悪口っぽくなってるかな、まあいいか。そうそう、だからね、まあとにかく愛情は写真に出ますから、プロもアマも関係ありませんから、ぜひ、あ、この人の好きなとこはここっていうね
愛情を持って撮影してみてくださいっていう話です。では今夜最後にお届けしたい曲、たまにはですねライブしたいなとか、あーこれ歌いたいなとか思うんですけれども、まあ最近ねライブをしてもさ、なんかこう力が入るというかさ、まあねできない時はできないけどやる時はやる女でいないといけないなと思ってるんですけれどもね、まあそういう意味でまたこの曲も初心に返してくれます。そしてライブで一緒にウェーブしたいなって思ってね、私も大好きな一曲です。では今夜最後の曲はヨーコでバニラスカイ。お届けしました曲はヨーコでバニラスカイでした。もうできないってノイズより自分の中の声を聞こう。ここね、あの以前お世話になってたサウンドプロデュースでねお世話になってた平田瑞穂さんとね歌詞を書いてた時にね、平田さんはねなんか否定的な感じだったんだけど、いやもっと攻めにしましょうよっていう時にね、ここの歌詞こういう歌詞にしたんですけれどもね、まあいつだってねこううちのことも話すんですけれども、味方とか、まあ、敵みたいなねそういうまあ価値観を持った時、絶対敵にしたらいけないのは相手なんですよね。結局自分自身と向き合わないと物事を解決しないよなっていうことばっかりだからね、誰かのせいにしちゃダメだよみたいなことをね常日頃こう娘と話をするんですけれども、まあそういう気持ちもね含んだそのフレーズになっておりますので、意外とねバニラスカイの歌詞はね私が自分自身に立ち向かう時に書いてる歌詞なので、今一度ゆっくり聞き直していただきたい、歌詞にも注目していただきたい。そして今綺麗ですね、朝焼け夕焼け、もうバニラスカイ色の空、ピンクがかった空、ぜひ皆さんも空を見上げて癒されてみてください。では今週のバニラスカイ、結局一人で寂しくお届けしましたけれども、皆さんのねリスナーの皆さんの顔を思い浮かべながら一人寂しく喋っておりましたよ。ぜひ来週メッセージくださいね、お待ちしてます。では今週1週間もめちゃくちゃハッピーでいてくださいね、約束ですよ。では皆さん一緒にバイバイハッピー。